この動画にはゆっくりボイスと、ガバガバな考察が含まれています。間違いがあったらコメントで教えてね。皆さんこんにちは、ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。年表解説10回目ということで、今回はマクロス7の内容も入ってくるところ、となってきました。前回は新統合軍がウィンダミアと国交を結んだところで終わったので、今回はその続きから解説を行いたいと思います。マックスの出世街道の歴史だぜ。2029年、ステルス宇宙巡洋艦ハルナ艦長にマクシミリアン・ジーナスが就任。翌年2029年、イーグルネスト空戦戦技センター教官にミリア・ファリーナ・ジーナスが就任。二人とも、今までの大きな功績が、認められてって感じだぜ。しかしながら、同年、建造中であったメガロード24、25が、建造中に爆発、建設ドッグごと消失してしまう事故が発生してしまいました。ちなみにメガロード1の出港が2012年なので、1年に1隻以上のメガロード級が建造されていたことになるぜ。ただ、これには奪取したデントラージの自動兵器製造工場などを改良したものが使用されたなど、すべてが人の手での作業ではなかったようです。2030年、次期主力化編戦闘機プロトタイプ、YF-11 の初実戦投入。同年9月、新マクロス9強大型移民船1番艦の進駐が行われました。今までの移民船団といえば、勝手に市民が街を作った SDF-1 マクロスのデータを元にしてより快適な宇宙生活が送れるように改良を施したメガロード級の2種類ありましたが、今回の新マクロス級はそれらと一線を画すものとなりました。具体的には今までの移民船が船内に都市を築いていたのに対し、新マクロス級では機関であるマクロス級と市民が生活するブロックを分けることで、今まで以上の市民を収容することができるようになりました。イメージ的には、亀の頭にマクロス球がくっついていて、甲羅の部分が丸ごと都市になっている感じです。このシステムのおかげで、戦闘艦に市民を収容しなくて済む、市民はより広い空間で生活することができる、と、両者にとって恩恵のあるものとなりました。以後の移民船団は、この新マクロス級が主流になっていきます。2030年11月、地球に住む巨人のままのゼントラージによる武装蜂起、それによる第二次マクロス式防衛戦が発生しました。ことなくして鎮圧されましたが、以後、巨人化したままのゼントラージは地球に住めなくなる、という制約がもたらされました。また、同年同月、次世代主力化編戦闘機として VF-11 の量産が開始されました。VF-1 から始まって、VF-3000、VF-4、VF-5000、VF-9 など、ゲームなどには登場してた機体が複数ありますが、一般放送アニメとしては VF-1 の次となります。同年12月、第一次生還大戦で絶滅しかけていた人類が、行っていたクローニングに問題が多々発生。この年をもってクローニングは終了しました。2031年2月、マックス、ミリア夫婦に第7子誕生、ミレイムと命名されます。5年ぶり7人目。2033年、新マクロス級超長距離移民船4番艦が、惑星ゼフィーラに入植しました。現状この船団が新マクロス級として最も早く、新天地を見つけることができました。ちなみにこれは PS1 用ゲーム、VFX2 で扱われているぜ。2038年、第一次生還戦争と、リン、民命の恋物語を変えた映画、愛、覚えていますか?が公開されました。この映画は大ヒットを記録し、再び民命ブームを巻き起こしました。ちなみにこの時民命は行方不明です。また、アニメマクロスは歴史再現ドラマと言いましたが、アニメ超時空要塞マクロスと、映画、愛、覚えていますかでは、内容も異なり、後の世では、愛、覚えていますかの方を正しい歴史として、認識している人も見受けられました。ただ、どっちが正しいのかは誰にもわかりません。そして同年、アニメ、マクロス7の舞台となる、新マクロス級7番艦、通称マクロス7が出港しました。艦長にマックス、
艦長にミリア、そして、オブザーバーとして初代マクロスに登場した、エセキドルが同乗しました。この艦は絶対に沈まない、と思わせてくれるメンツなんだぜ。と5部程度になったので第10回目はこの辺で、終わりにしたいんだぜ。次回はプロジェクト、スーパーノアが始動するので、お楽しみにお待ちください。それでは次回パート11をご期待くださいなんだぜ。ご視聴ありがとうございました。